ちょっと狭いけど、二次学の家庭科室もなかなかの設備ね。急に家庭科室に行きたいだなんてどうしたの？何か救ったりとかは、しないよね。何言ってるのよ。キッチンに来たらすることは一つしかないでしょ。今日は私があなたのために特製のスムージーを作ってあげるわ。ランジュちゃんの料理大丈夫かな。俺もスムージー作り手伝うよ。ダメよ。あなたのために作るんだから、私だけで作らなくっちゃ。じゃあ、ランジュちゃんが作ってるところ隣で見ててもいいかな。いいわよ。私のクッキングテクニック、しっかり見てちょうだい。ありがとう。そうさせてもらうね。それじゃあ、早速作っていくわよ。まずはベビーリーフを洗って水気をよく切るっと。よかった、レシピ本の見ながら作ってくれてる。次はフルーツを一口大に切ってっと。ランジュちゃん、そのまま聞いていたら左手が危ないよ。ほら、左手は猫さんの手にしよう。あいや、そうだったわ。左手は猫さんにしてトントンと。あ、ランジュちゃん上手。当然よ。私は一人で料理だってできるようになったんだから。それじゃあミキサーにフルーツと牛乳、ベビーリーフを入れてスイッチオン。ランジュちゃん、前よりより料理が上手になったんじゃない？私もそう思ってたの。さすがランジュよね。さあ、ミキサーで混ぜたらいよいよ盛り付けよ。グラスに輪切りしたフルーツを貼ってスムージーを注いだら、最高のドリンクの完成よ。わあ、綺麗だね。グラスのフルーツがおしゃれでしょでしょ。味もすっごくおいしいから、あなたも飲んでみて。ありがとう、いただきます。おいしい。それじゃあ明日から毎日作ってあげるわ。明日のドリンクも楽しみにしててちょうだい。